おお仲間か、よかった。回復もできるわけね。あっ、ええうええああれ、はくそ。初プレイ。今回はね、出たばっかのゲーム、デッドバイデイライト初見プレイやってきます。全然これ初めてだから。あ、生存者側ね。通り霞、ま、操作方法とかよくわかんないんだけど、ま、とりあえずチュートリアルなしでやってみる形で。なるほどね、シフトを押してこれダッシュで、コントロールを押してしゃがむと。でなんか各地にジェネレーターがあるらしくて、それを動かして門を開いて脱出するっていうゲームらしいんだけど、そのジェネレーターがどこにあるかが、あ、こうやって倒せるんだ。今のはスペースで、あ、こうやって登れたりす。ジェネレーターが、すんげえ雰囲気だな。うわ、保存食。ジェネレーターが、あ、これだ。うっ、あ、今のスペース押してちゃんとタイミングよく押さないと爆発しちゃうんだ。びっくりした。まだ近くにいなさそうだから、スペースに出ないな。ちょっと油断できないな。あ、通りがちょっとダメージ受けてるな、左下。ジェネレーターがいくつあるのかが全く分かんないんだよね。今向こうにいたかな。おお、仲間か、よかった。ナイスナイス。あ、なんだ、あ、こうやって回復もできるわけね。あ、スペースミスっちゃった。あ、待って、逆にダメージみたいな。え、何何、ああ、あっちのジェネレーターも完成したよってことね。ちょっと回復してやるから、回復してやるから回復してやるから、待て待て、大丈夫、次こそは、次こそは成功するから。よしよし、もう脱出できたんだ。早っ。え、早っ。
何も何もやってねえぞ。てか鬼側の鬼側を見てないぞ。あ、俺鬼側だ。怖っ。これ自分で操作しててもちょっと怖いな、この後ろ姿。ちょっと初戦がなんかあっさりすぎてまあでもああやってね、何かするのにこうタイミングよくこうスペースを押さなきゃいけないっていうことね。よし、か全部ぶち殺してやるぜ。ジェネレーターのとこにずっと持ってればもう勝てんじゃねえかっていう説あるけどね。お、なんだ、なんか右クリックずっと押したらカン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 なって、なんか今透明になってんのかな、これなんかっぽいよね、ステルスっぽいよね。ジェネレーターのジェネレーターいっぱいあんな。あ、この中から何個か起動すれば OK って形か。どこにいる？まあ、当然ジェネレーターの周りを見張るよ。お、あそこがついたってことはあそこの周辺にいるのか。じゃあ次はこっちに来る。やばい、全然もうまず見つけられない。動かして、あれ、意外とどこにいるのかがわからないな。やばいな、これ。お、いた。あれ？いたいた。なんだなんだ。どこ行った？やばい全然操作が全然、この消えてる状態だと攻撃できないから意味ないのか。やばいやばい、あんま消えるメリットがないな。全然、せっかく一人見つけたのにもう目の前で姿現してもなんかよくわかんない感じになって、あと残りのジェネレーターのとこにもういるしかないな。これが謎なんだよね。消えるじゃん、この時に攻撃できないから。こう音が出て結局意味ないんだよ。やばいやばいやばい、なんか音楽が変わった。お前だけでも
許さん、お前だけでも殺してやる。はくそ、壊せんな。多分そんなことしてると、この消える能力がな、難しいな。やばい。もうな、なんも、なんもだな。うわ、逃げやがった。あ、目の前よ。ここでもうこっち行けないからな。あ、もうひどい。ひどいなこれ、ひどいな。もう最後見送っただけって、ひどいな。目の前よ。